はい、アイランドクトリーのルカポトです。忍びストライカーやっていきましょう。撃破戦です。本日は攻めの型を使っていきたいなと思っております。で、本日装備してきた装備、忍術が雷切りと風とんな戦士力ですね。先方か、リングは煙玉を持っております。移動速度上げてきたからめちゃくちゃ速く感じる。さらに奥義もね、たまりやすいので大根チャクラモードといったものを装備しておりますね。なんかバフ、重不審にバフがかかるような感じです。大切り、ズス、よし、ドン、あーいって、待って、危なくね。一回逃げよう。大切り、よし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 、なるほど、キリンだね。キリンで削られたと思う今のは。さすがにあの量一気に削れんのはないでしょう。いってー、キリン発動させられちゃったか。これで一気に変わるから激破戦怖いですよね。螺旋手裏剣、オッケー、ほい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 、逃がすな逃がすな逃がすな、オッケー、はーい、でない、切り、あっ、煙玉投げて、今だ、投げれー、螺旋手裏剣からのシャケラモード、ほいほいほい、まあ、強表彰はダメ、ライキリ、殴れ殴れ殴れ、なあ、煙玉じゃ、うお、危ない危ない危ない、ライキリ、いやー、うわー、で、豪華球か、ライティングがめっちゃプラスで食らっちゃったな。はい、ライティング、まずいですね、あんまり削れてないんだよな。そしてこの雨だったら結構削れ殴る用のあれが忍術でもいいかもしれないな。ナイス、マジか、おお、いって、ナイキリ、オッケー、ナイス、螺旋手裏剣、ライキリ、何、いここ、ここを一気にたどりかけろ、ライキリ、ライトンチャクラモード、よし、オッケー、スタート、あと4人、螺旋手裏剣、螺旋手裏威力強いんですよね、そこはもうすごく気に入ってるんだけど、いやー、ライキリからの体質、体質、体質、あっ、まあ今日予想の中には入れないでください、危ねえ、待って、それはまずいね、いやー、まずい、うおー、うえ、
俺もやられた。いやー惜しかったけどちょっと足りなかったですね。よし、じゃあもう一試合いきたいと思います。はい、やってきました2戦目でございます。撃破戦ですね。正々堂々勝負だ。同じ型でやっていきたいと思います。次なんか使うときはね。何あれ何あのマガイモンのザブザサフみたいなの。ちょっと待ってよ。戦闘開始。螺旋手裏剣を変えてね、なんか近接系の忍術にしたいなと思っておりますが、あれのインパクト強すぎるんだが。螺旋手裏剣当たれば強いんですけどね。螺旋手裏剣ヤシなんだ。バッタッタ痛い。ねないきり。いやーまずいまずい。焼いて固まってるな。気をつけないといけないな。煙玉しっかり使いつつ、だから地に足つけた戦いしないと結構強み生きないんだよな。このザブザメ大切り。いい感じ。抽出はあかん。いって一回逃げよ一回逃げよ。うわうわいってまずいな。強いな。しっかり回復も挟んでるし、やっぱ撃破戦だと回復一人いると安定しますね。さあでもここでしっかりと雷切り。まずいねー。すげえなって食らってんもんな。思ったよりも食らってるもんな。危ない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 。いやーいってー。まずいですね。後ろから見るとやばい。体型も体型なんだよな。何あれ誰の衣装。あれかな、なんかガイのスーツみたいな感じなのかな。色違いですね。ライキリじゃあ、ライキリチャクラモード。ライキリ外れるんだ。あ、天使利剣外れにく。お前だけはお前だけはライキリ何。いやいやいってなんだなんだなんだ言って。あはははは。負けました。いやでもあの衣装すげえな。いや04これはなかなかひどいですね。はい、というわけで本日の動画はこれまでとなります。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。